大島玲子は、日本の政治家、愛知県長久手市議会議員、長久手町議会議員、衆議院議員を歴任した。静岡県富士宮市生まれ、静岡県立富士宮東高等学校を経て、静岡女子大学を卒業。その後、高来大学校大学院にて学んだ。愛媛県松山市にて、書店の経営や、生活共同組合の運営に携わった。 その後、愛知県名古屋市にて、会社員として働いていたが、1991年の長久手町議会議員選挙に出馬し、初当選した。1995年の選挙で再選され、連続2期務めた。1999年の愛知県議会議員選挙に、愛知軍選挙区から無所属で立候補するも落選。2000年、第42回衆議院議員総選挙に、 社会民主党から立候補。得票数3位で敗れるも比例復活で初当選を果たした。2003年の第43回衆議院議員総選挙で落選。2005年の第44回衆議院議員総選挙は比例単独で立候補し落選。2007年の長く手町長調選挙に立候補を表明し無所属で出馬したが600票弱の差で辞典となり。 加藤梅尾に敗れ落選した。続く2011年8月28日投開票の長久手町長長選挙にも再度立候補し、情報公開日本一の町を重点政策に掲げ、5588票を得たが自由民主党、公明党の推薦を受けた新人候補の吉田一平に敗れた。2015年、長久手市議会議員に初当選。二千十九年、 再選、ありがとうございます。